さあ、亜細亜大学時代の同級生、ランナースタートを切りました。あ、ここがアウトになりました。これはやはり小林が辛い送球を見せました。2球目打って、これはスタンドに入るかどうか、キャッチャーが追いかけていきます。あっと、取ったか。取りました、ファインプレー。風でかなり流されました。よく取りました。もう一度ご覧いただきましょう。ミットの本当にこぼれ落ちるかどうかというその先でしたが、最後まで捕球して、そのボールからも取ったのを確認して滑り込んでいきました。さあ、2エンド2、外のストレートを見せた後、今度は変化球、バットを振らせました。ランナースタート、セカンド送球、タッチアウトか。アウトになりました。三振ゲッツー。最後は小林が肩でアピール、セカンド盗塁刺しまして、と出そうとしてなってるのかもしれませんね。そうかもしれませんね。スタート、セカンド送球、タッチはアウトになりました。三振ゲッツー。ここは小林肩で見せました。これを送って、ピッチャー目の前、小林の強い肩、二塁アウト、一塁はダブルプレー。ジャイアンツにとっては最高の形、ドラゴンズにとっては最悪な展開となりました。河合さん、そのバントが目の前に、はい、小林の目の前に転がって止まりました。そうですね、はい、まあ、あの小林の強肩が行きましたし、うん、俊足の高松が出て、今送りバントの構え、ストレート、ランナースタートを切って、タッチはアウト。小林が肩で救いました。いや、高橋さん、この小林のまず肩ですね。そうですね、もうあのドンピシャのね、はい、ボールですよね。まあ経験はね、当然してたとは思うんですよね、はい、高めに外れたボールでね、このタイミングになるので、はい、高松選手のね、はい、その、まあ、走力っていうね、そこも非常に高いなと思いますね、はい、ファーストの中田翔、昨日合流したばかり、今じりじりと前に出てチャージをかけてくる。セカンド送った、飛び出していた、小林が送りました。タッチしてアウトになります。ファーストランナーはそのまま。ここは小林の守備が光りました。いや、今のシーンですが、外が飛び出していたの、岩さん、これ小林が見逃しませんでしたね。この回からマスクをかぶっている小林、守備で見せました。